皆様いかがお過ごしでしょうか。プラージュ TTP 噛みました。はい、もう一回お願いします。はい、お願いします。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。プラージュ TV マメディアカルチャークラブ、今日から始まる新潟弁講座。今から始める、変わりましたね。今から始める新潟弁講座第2回を迎えることができました。早速ですが、今日の講師をご紹介したいと思います。新潟市西区とっぱらにあります地域コミュニティセンターを開設されております、館長の川内達也さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回の反響いかがでしたか。意外と視聴数が多いんです。困りましたね。はい、困ってます。はい、それでは早速ですが、今日第2回目の講座ということで、はい、早速今日はですね、2つの新潟弁の言葉について、皆様に、ご紹介していきたいというふうに思っております。それではまず最初の言葉なんですが、富山さん、はい、ちょっと私の肩に触れていただけますか。肩もめってことですか。いや、助産でその気になったらどうすんの。何言ってんですか。今の言葉お分かりになりましたか。分からないです。いや、助産で、ジョスという言葉ご存知ですか。ジョスとは触る触れるのことです。触る触れるをジョスって言うんですか。ジョス、そこジョスなてば。どうぞ。そこジョスなてば。そこ触るなよ。そこ触るなよ。はい、これ新潟弁でそこジョスなてば、こうなるわけですね。触れる触るをジョス、こんな風に言っています。ジョス、皆さんも一緒にジョス、 さあ、このジョスという言葉ですが、比較的ですね、私どもが子どもの頃は日常的に使われていた言葉ではなかったかと思います。まあ今から40年50年ぐらい前になりますかね。結構お年を召されてるんですね、先生。まあこう見えてもね、もう孫がおりますので、かわいい子には旅でさせろ、あ、違う、旅をさせろでしたね。さあ、そんなことはさておいてですね、はい、失礼いたしました。そのことはさておいて、私がよく言われた言葉に、そこジョスなてば、そこ触るなよ、アチさんに怒られんねっか。アチさんに怒られんねっか。はい、このアチさんという言葉、お気になったことありますか。アチさん、アチさん、これがですね、新潟県に他県から嫁いできたお嫁さんですとか、いろんな人を惑わせる非常に厄介な言葉になってます、アチさん。どうしてですか。私の妻もですね、他県から新潟に越してきまして、生活をして、子供が生まれてですね、その子供が近所の人に怒られるとき、何々ちゃん、そこジョスなてばね、アチさんが怒んねんかね、耳にしたことございませんか。ないです。え、ないんです。え、ジェネレーションギャップ。このアチさんなんですが、私、妻がですね、新潟県で一番多い名字がアチさんだと思っていたと。なぜに。みんなアチさんに怒られる。
あちさん、あちさん、周りのお年寄りが全部あちさん、苗字だと思われてた。そうなんですね。鈴木さん、佐藤さん、あちさん、そんなことで他県から嫁いできた人、他県から越してきた人を非常に惑わせる言葉だったりなんかするわけですね。あちさん、富山さん、昔テレビのコマーシャルでマザーから M を取ったら、マザーから M、 M を取ったら M なんてないですよ、マザーって英語で M。 あー、マザーから M を取ったら、すいません、他人です。こんなコマーシャルをお聞きになったことありませんか？いや、知らないことにしておきます。某、まあ学習塾のコマーシャルで、あ、違いましたかね。某、まあとにかくそんな関係のですね、マザーという英単語から M を取ったら他人です。つまりマザーから M を取ると、こちらのテロップにあるようにアザーになる、はい、アザーは他人、他人、はい。これを新潟弁でその CM を表現すると、マザーから M を取ったらアチさんです、うん、どうぞご一緒に。マザーから M を取ったらアチさんです。これが正しい、新潟弁を用いた、CM の解釈ということになるわけですね。このように新潟では自分たち以外の他の人のことをアチさん、アチさん、はい、こんな風に呼んでいるわけです。では一緒にちょっと発音してみますか。はい、アチさん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 、はい。このさんですが、決してこれさんを外して発音してはいけません。アチと言ってはいけません。アチ、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 アチに怒られないかみたいな言い方をしてはいけない。なぜならば、このアチさんの由来を紐解くとき、由来を紐解く、紐解いちゃいました。はい、はい、ちょっとあの団子結びになって結構大変でしたけど、ショートなの、ええ、紐解いてしまいましたら、アチさんはあちら様、うん、ここから派生した言葉ではないかと、こんなふうに言われています、はい、つまりあちら様、あちらさん、あちさん、短縮しちゃったんですね。そうですね。このように、まあ、短縮して、新しい単語を作るとかね、うん、そういうものは多々見受けられますが、このあちさん、新潟弁においても他人に対して敬いの心を忘れない、この美しい新潟県人の心の表れではないかと、そんなふうに思っていますが、ではご一緒に電車の中での一場面、電車の中での一場面、はい、はい、自分の連れているお子さんがどうも言うことを聞かずに騒いでしまう、はい、よく見かけます、よく見かけます、はい、その時に若いお母さん、ほらじっとしてれてばね、あちさんに怒られんねっかね、こういうことを、はあ、よくおっしゃいます、うん、つまりほらじっとしてなさいよ、他の人が怒るじゃないの、という表現なんですね、うん、いかがですか。いや、まあ、はは、はは、さあ、まあこのようにですね、非常にその失われつつあるその新潟弁の中でも、このあちさんはですね、今後とも語り継ぎ残していくべき言葉ではないかとね、そんなふうに私は思っております。いかがでしょう。私はあなたとアチさんになりたいです。さあ、それじゃあ富山さん、はい、今日皆様にお伝えした2つのことは何でしたっけ。これをもう一度復習してみたいと思いますが、はい、本当に覚えの悪い
で、それでは参りましょう。まず触れる、はい、こちらは新潟弁では触れる、新潟弁でお願いします。ジョス、ジョス、あ、よかった。ジョス、ジョス、ジョス。さあ、そして他人のこと、はい、これを新潟弁ではマザー、はい、アチさん、アチさん、そうです、アチさん。はい、それじゃあカメラに向かって皆さんと一緒に復習してみましょう。アチさん、アチさん、はい、じゃあもう一度、アチさん、アチさん、そうですね。この時に大事なのはさん、この継承を忘れてはいけないですね。美しい新潟県人の心の表れ、アチさん、あちら様、あちら様、これがアチさんになったんではないかと。あ、ないかなんですね。そうなんです、これは確実にそうだという、そういう説はございません。うん、アチさんですね、はい。以上2つの新潟弁について今日は解説させていただきました。ということで第2回新潟弁講座、はい、私から紹介するのは、今回は2つでしたね。先生、今さらなんですけど、はい、何かさっぱりされているような、おひげ剃りました。あ、前回の放送をご覧になった方から、怪しすぎる、あんこがつきそう、まあ、いろんなご意見いただきましたので、ちょっと今回、さっぱりさせていただきましたが、これでちょっとあれですよね、怪しさが薄れましたね。ですかね。まだまだだと思います。今日はこの辺で第2回今から始める新潟弁講座終わりたいと思います。また最終回になるんでしょうかね。第3回もよければご覧ください、はい、それではまた失礼いたします。